歯ブラシヘッド歯ブラシヘッド電動電動スクリュードライバーいやっハロー皆さんこんにちは宮瓶でーすはーい今日はなんとこちらインフライ p t ロ二の電動歯ブラシレビューしていきたいと思いますついに電動歯ブラシのレビューが来ましたさあひもじい カモン電動お<い>電動おい電動電動は長年愛用してますか、うんね、電動…電動ピー電動ピーは愛用してますかふふ <laughs> ねまあ一応ね、なんかね、うん、調査によるとね、うん、まあ女子高生以上の女性、うん 家にね1個あるらしいですよ。でさ海外ってみんなそうだよね <laughs> ドラマでもよくないや日本でも。え日本でも、うん、持ってる人多いらしいですよ。えンチムなんてさもう動画で公言してんじゃん。<laughs> うーんっていう肩もむやつとかあ,あんま言わないけどもうあれでトータルコータんって普通にあの格好は言うので。<そ>何個持ってるんですか、はい <laughs> 失礼ぶっかきました。はい、かなりね。はい。<laughs> なんででしょう。はい。ええー、こちら、えー、ね、インフライ、PT02、うん、リニア音波振動式のね、高速電動歯ブラシ、提供です。提供です。ですえっと、あのですね、QCY の代理店さんのミライズさん。はいえー、これ、QCY なのかなちょっと分かんないんだけど、えー、QCY ストアにもあったんだけど、うん、えっと、まあ、そこでインフライ、 p t 0 2という電動歯ブラシを扱っていて「はいはい、え電動歯ブラシもいいですか?」って言われたんで「ああの僕ガジェットとかもプロなんでっていう経歴をお教えしたらぜひ」って言ってくれたんで「やりますやります!」こちら全てパッケージも日本語です。うん、でちゃんと輸入元はミライズさんミライズ株式会社でちゃんと住所も入っております。はい、ご安心ください。はい ででね、ね、こちらがです、ね、まず製品説明してきます、ね、えー、っと音波振動テクノロジーで、まあ、虫歯や歯周病口臭予防にっていうことで音波振動式っていうのは、まあ、高速かつ微細な振動によって発生する水流の力や気泡で毛先が汚れを除去するだけじゃなくて毛先の当たってない深い部分の歯垢まで届いて音波振動だから。うん 水がピューっていってて、うん、で刺激も少なく歯に付着した汚れや歯垢を効率よく取り除いてくれる高速振動の駆動方式ですというわけで、はい、えーとなんとねそれがねあの1分間でね4万2,000回リ, <laughs> リニア音波振動してるんです。すすごすぎなのでねあとね4種類のモードがあって、えー、ノーマルモードソフトモードクリーンモードディープクリーンモードの4つが選べるようになってます。 で音もね,、まあ、ね歯医者のキーンほどではないんだけど<ー>っていう超高速で動いてるんで音がまあ出ますが55子レベル以下の静音設計ですでこの歯ブラシのブラシのところも一応 3D3D の波の形状のデュポンブラシっていうのを使っていますで先端は球状になっています でねえー、っとねフル充電でこれね普通スタンド式じゃないですか、うん、でもあれって結構濡れてたりすると接触不良とか漏電とか漏電防止もついてるんだけどうん、うん、濡れたままこうやって置くと、うん、結構トラブったりするんですけど、うん、これここ開けるとこれびっくりした USB-C なんですよで、えー、USB-C 毎回めんどくさいじゃんって思うじゃないですか1回フル充電するとえー、っとね1日2回 の歯磨き一回二分やった場合一ヶ月もします。すごくね。一回の充電、月一回の充電でいいんです。あとはもうこれそのまま置いとけていいし、えっと IPX のねこれだからセブンだったかな？セブン。うん、IPX7 の防水なんで、もう別に濡れたまま置いとけるし、あとね。これすごいね。電動歯ブラシの今までの欠点ってこれもうレビューになっちゃってな。あとやろう。え？まあいいか。じゃん。これ二本目だからな。うん。 あの電動歯ブラシのあまあ僕電動歯ブラシ愛好家で何年前だろうもうちょっとちょっと犬うるさいっすねも、OK も OK、えー、っとねあのー、ねっ、うん、歯ブラシ愛好家なのそうですね35ぐらいの時から初めてブラウンの使い出して、うん、それからいろいろ使ってきたんですけどあれってさスタンド式じゃないですか、うん あの、僕は関係ないけど OL さんとか会社員の方って会社に持ってくんでしょ歯磨きへえ昼ご飯の後とか磨いたりするのみんなあと芸能人もみんな持ち歩いてるじゃないですか電動歯ブラシって持ち歩くの大変だったんだけどこれ1回充電して1か月持つからこのままピッて取って現場で持っていけるのでそれもいいかなって思いました確かにそうだね で、えーね、タイプ C も言いましたし、うんね、IPX7 の防水なので、はい、全然大丈夫ですというわけで、うん、一応そうね気になる音でしょピーンっていうどんな音がするか,かモードもいっぱいあるよね、うん、まずノーマルモードの音からあこれディープクリーンでしたすみませんこれがノーマルですこれソフトです まあファーソーミーって来てますね今ね。これクリーンモードで。あクリーンとディープクリーンは同じミーです。ミーのフラットかな。すげえなー。言ってみて。音でしょうがない音階で聞こえちゃう。あ待って。ファーソーミーだね。うん。そうだ、ん、ね。で今回ねあのー、こちら黒ですけどミヤビにも二人で使わないとレビューできないってことでミヤビは白を送っていただいて二、えー、本送っていただいたんで、はい、ありがとうございます。 まあ届いてからね使ってみた感想をこれから述べるわけですがまずみやびからですねえ、なんか久しぶりに電動歯ブラシを使ったんだけどあのかゆかった振動ではこれはひもじいに聞いたらああるるですそうらしく振動がどこのねブランドよりも激しい細かいのかから。 慣れるまではねっていうところでちょっともうちょっと頑張ってみようかなと思うんですけどなんか慣れるまでは正直ちょっと、ね、違和感ありますねそうなんかこの口内がくすぐったくて俺はね初めて電動ブラシ使った時はマジで大爆笑してくすぐったくて、うん、<laughs> であの妻さんに「何を笑ってんの?」って言われて「<laughs> とか言いながら俺「<laughs> 怪しい」「なんだこれ?」とかつってえでもほんとなんかでもこんだけいっぱいモードあると、うん、なんか慣れてくるとだん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  たぶんかね,ってか多分ね俺が思うに言うなよ、うん、答え違ったら違うって言うよ、うん、初心者でくすぐったい人だからソフトモードが気に入ったんじゃないですかおー分かんないまだ分かんないです、うん、どのモードがいいか、うん、<ー>なんかノーマルで、うん、あじゃあ最初ディープクリーンってどこまでなのと思って初めてだからさ、うん、やったら <laughs> ってなんか私これほんとノーフィクションで、うん、あの口の中には汚いけど口の中に花彦がプワッて飛び散ってなんかこううわーっってた時にブワって飛んだぐらい鏡にブシャーってつくぐらいなんか激しすぎて、ね、ちょっとびっくりしたからノーマルで行ったんだけどもう多分そのディープが残ってるからノーマルすらもうくすぐったくてでも、まあ、2日目ノーマルでやったけどやっぱくすぐったいってのがあってうまく。 磨けなかかったから私一回電動切ってこうやって普通に <laughs> 磨いてでラストまたもう一回やってみたいな感じで交互に使ってたからまだちょっとちゃんとしたものはね分かんないけどこのこの子のね本域がでもすごい振動があるからマジで綺麗に磨けると思う、うん、すごい振動っていうか細かいやつ、ね、細かいやつすごいっていうとあのもうブーって言ってる感じだけど違うんです <laughs> って、ね、ってすごい歯医者の音だね<う>確かに でね、あるあるなんですけど初心者の方に言っておきますけどこれね歯磨き粉つけて口に入れる前にスイッチ入れると全部吹っ飛びますブワーッて歯磨き粉が <laughs> 飛ぶ飛ぶこれあるあるなんです初心者あるあるの <laughs> ちょっとおもろかった一番ね上級者になってくるとこっちにつけませんえ先に歯磨き粉を自分の指で口につけちゃいます何それでこれにちょっと水だけ これね水もいっぱいつけると口の中が水でブワーってなって余計くすぐったくなるんでうん、うん、最低限水1滴ぐらい垂らしてもう、まあな,んなら別に歯磨き粉もいらないんですけどねでも軽く歯磨き粉を口の前にゆっくりピッと塗ってえそうなんちょっと水垂らしてやる方が一番いいですええー、一応ベテランなんだよねもう、ね、そうじゃないとね口の中でね水しぶきもね吹っ飛ぶからねマ<ジ>余計くすぐったくなるそ,うもうそれが第一印象すぎて あの二日目怖かった。あともう一つのやり方はここに歯磨き粉つけてスイッチ入れる前に一回全体に歯磨き粉塗った後にスイッチ入れれば大丈夫です。あ,あなるほどね。あそれやってみようかな今日。うん、でも感じです。とにかくねあのそういう感じでやらないときついです。うん、うんうん。まあというわけでまあやっていくとねまあ僕はねディープクリーンモードがやっぱ一番良です。すごいねベテランだね。うん。 絶対私できないはまあねこれ言うとノーマルソフトクリーンのモードは2分ですでこれありがたいのがねあのねええ知らないんですかえっと私つけて止めて磨いて繰り返しだからそれはもう全然 <laughs> できない連続でじゃんビギナーです <laughs> えこちらえっ、ー、とノーマルとソフトとクリーンは、えー、と2分間二分間 動いてくれるんですけど、ええ、三十秒おきにインターバルで一回止まります。うん、なぜかというと、歯を四、口の中四分割して。例えば、左の上から磨く人はこっちで三十秒、止まったら、あ次右三十秒、止まったら、下三十秒。止まったら30、三十秒で終わりなんです。ああ、そうなんだ。それがわかりやすくなってるんですね。<ー>で、ディープクリームモードは一番深く磨くっていうモードで三分あります。 振動が強いんじゃなくて3分に長くなるんです。ディープクリームが。だから、あのね、クリーンモードとディープクリーンモード、音変わんないから。うん、聞いてみて,て、ね、ちょっとね。次、クリーンモードね。ね、レノ、レノはフラットでしょ、うん、ほら、音変わんないんだ。ただ、ディープクリーンモードはね、最高回転してます。へえめっちゃかゆいよ、うん。なので、まあ、 そうねだから一番使っててあすげえなと思ったのは30秒に1回インターバルって止まるんでああこっちが終わりこっちがこっち側って4回で終わるんでまあ僕の場合はディープクリーン使ったんで3分で歯磨き終わっちゃうので、うん、それもなんか効率的だなっていう感じでしたうん、うん、でまあでも30秒に1回って短いかなと思ったんですけど、うん、実際使うと普通に、うん、か余るぐらい、うん、あもういいよ インターバル来いよみたいな感じで見かけたので、うん、あとね歯医者の「キーン」って、まあ、今音聞かせましたけど、うん、キーンよりは低いんだけど、うん、こういう音が苦手な人はきついと思いますあ確かにずっと「ウィーン」って言ってるんで、うん、でねあとね振動がマジで細かいので、うん、えっと間違えてブラシの部分以外このプラスチックとか柄の部分が歯に当たると。うん カカってでるんで、うんね、そこは慣れるまで、はい、だから結構ねこれはまあ他の歯ブラシでも一緒なんですけどねであとねあのもう一個便利だなと思ったのは充電が必要になると LED が光って教えてくれるんですよ、うん、だから「そろそろ充電してください」ってでまた満充電したら1か月使えるんでまあ楽だねうん。 そうですね。だからもう。えー、慣れたい、早く、うん。これね、慣れるのはね、やっぱちゃんと一日二回ね、使わないとね。あと多分君、歯茎に当てすぎてんだと思います。歯に当てないと、ちゃんと。<ー>歯茎はくすぐった必要は最初、本当に笑っちゃうぐらいくすぐったよこれ。ああ、出るかな。だからね、最初ね、表じゃなくて、裏から攻めりゃいい。すぐってよ、うんうん、慣れてないんだよそれ。 <laughs> 慣れ<で>す <laughs> くすぐったくてこの違和感がね最初ねみんな苦手なんだよねただね実際なんだろうまあいいや結論は最後に言おうというわけでねこちらお値段がえこのここ取れますこれとこれあと USB-C の充電ケーブルついてきますで、えー アマゾンにもミライズさんの公式ショップあるんですが楽天とかもありましていろいろあるんですが4400円です<う>、うん、4400円というねお値段で、はいえー、大体ねあのブラウンさんとかフィリップスさんは2万オーバーの方が多いので、ねうんうん、まあ結論は最後言いますけど、はい、一応電動歯ブラシみやびちゃん憧れの電動歯ブラシが 4400円あたはロケ飯食ったら磨こうこれでなれないとね、うん、でこの先っちょの替えだけも安く売ってますアマゾンでも買えますし楽天でも買えます、うん、なので歯磨きのさ買ってめっちゃ口の中やってさ飯したのっ今っ今さら恥ずかしく思い出て顔でみんなさっきの 止めて。止めて。やめて。止めて。分かってるな、使い方。ニキティスが一番分かってる。ニキティス。ええ。それ言うと、本当にこいつらするから。こ、こいつら。ってこいつらするから、本当に悪い奴らだ。えでも、ニキティスはゼロ回らしいじゃない。ええ、だから、そこはいいよ。あいいんだ。そう。うこれ、もう。ダメ悪い奴ら、こいつらって、し、言うから。じゃあね。ええ。みやびさんは。あ、すいません。あの。こういうガジェットも、いつも通りと同じやつやりますんで。はい。 さん、こちらインフライ p t 0 2、えー、4千0 0円買いますか買いませんか買いまーすー試しに買ってみようみたいな安いしでこのクオリティでしょな、うん、れるんだったら、ま、買ってみようかなみたいなまあよいしょこれが4500円で、うん、ドン・キホーテで売ってたら買っちゃうパターンでしょ あと、ぶっちゃけさ試せないかわかんないじゃん、うん、だったら安さで買うと思うそうだよね、うん、だ色も可愛いしブラウンとかねフィリップスとかの2万6,000円とか2万4,000円のやつだと思うね、うんうん、服買う、ねうん、手出せないもんね無理無理無理 <laughs>、ね、そんな感じです了解です、はい、ではひもじいさん E、はい、フライ PT0202 こちら 売りますか？売りませんか？売りまーせん。っていね、これ実測です。うん、で、あのお高いね、二万円オーバーのね、本当マジでフィリップスとかブラウンのやつ使ってきたけど、これで十分です。うん、ただ、ただ、ちゃんと言います。えー、耐久性がまだわかりません。うんうん、なので、使い続けますので、毎日これから、うん、壊れたら動画にします。うん、それが一年後だったら褒めてください。うん、で、まあ大体ね、電動歯ブラシってね、ずっと使ってるとね。 バッテリーがねやっぱ保証切れたぐらいからねへたってきてねもうね動作時間短くなったりいろいろな問題が出てくるんで、うん、まあこれもどこまで耐久力があるか壊れないか、うん、バッテリーがどこまで持つか含めて、うんえー、ロングランで検証してきますので、うん、まあそれはみやびも今後使うんだったらもし壊れたりなんかトラブルあったら言ってくればそれ動画にしますのでただ現時点ではまあ届いてからずっと使った短期間ですけど 感じでではは僕は全然ありだと思うの、はい、値段が4400円げなんでね、うん、なんか電動歯ブラシ探してた人とかデビューした人たちは最適かなという感じなのでうん、うん、えマジであと、まあ、リンク概要欄に貼るかもと思いますけどアマゾンとか楽天とか公式なショップがあるんで、まあ、そこで買っていただければあアフィアしないんで、うん、アフィリンクじゃないんで安心してください、はい、えという感じで えー、ついにね防犯カメラに続いて電動歯ブラシを。と、うんはい、いうかうちガジェット、ね、僕ガジェットパソコン系の雑誌の編集長どっちのジャーナリストもやってたんで、えー、そちらもプロなんでただ自分たちでガジェットやりだすともうお金がなくなるので、うんえー、てガジェットは提供のみとさせていただいておるので、はいえー、もし提供貸し出して、ね、ガジェットで貸し出してないと思うんです多分。 企徳なか方っていうか企業さんがいましたら「えー、うちは1本目はオーディオです」はい、ただ MacMacApple 製品だけは1本目に持ってくることがあります、はいえー、それは僕も完全にもうプロなんでね、うん、専門なんで 2>、はいえー、で2本目は語りですけど、えー、ガジェット等の話も2本目に2本目何でもありなんで1日2本必ず上げてますので、えー、2本目でガジェットの方はレビューしますので。 今後も、はい、という感じで、はい私はというかえっ、ー、とミライズさんありがとうございました。ありがとうございました。とい,したというわけで私はド退場します。シュシュシュ。はーい。 いやあなんかまたねこう新しいなんか私レビューできて嬉しいなって思いますちょっと我慢して使い続けてみます今日もこの後ロケ飯食べたら私は頑張ってこれに耐えながら磨いてみたいと思います皆さん今日もありがとうございましたよかったらコメントと高評価とチャンネル登録お願いしますじゃあねー